はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。ヤマハの U1D、吹田倉庫にあったものを京都に運びました。調律も済ませましたので、もう一回音を聞いてもらいたいと思います。こちらです。小型のね、ピアノなので、ちょうどいいですね。このピアノはですね、お値段安くしてます。その代わり外装はごめんなさい、このままと。まあ、ここはちょっと黒に塗ってもいいですけどね、このままで良ければということで、楽器として中はね、ちゃんとあれですが、しますが、外装はこのままで良ければという値段にしております。今ちょっと玉切れしましてですね、ちょっと危険が危ない状態ですが、ちょっと玉を交換しているところですね。はい、倉庫の方も今どんどんとね、ピアノは売れていっておりまして、お嫁入りが決まってます。まあ大橋もね、商談入ってますし、売約済みと、早くしないと間に合わないですよ。いいピアノからね、売れていきますから、まあ、焦らす必要はないんですが、このヤマハの古いモデル、ペダルが2本ありますが、ヤマハの文字が上についているタイプですね。このタイプのご紹介ですが、まあ、中の紹介とかはね、以前してるので、音だけちょっともう一回取り直しをしたいと思います。さすがヤマハですね。古くてもようなります、本当に。はい、十分ですね。この値段のピアノでも普通に使います。もう練習用としてね、別にこれでリサイタルするわけじゃないので、練習用として十分使えるピアノですので、とにかく値段を抑えたい、でもやっぱりブランドのヤマハがいいね、いう方、そういう方はいいと思いますね。弱音装置がついてない日本ペダルなので、手動式のものを2万5千円と消費税で付けることもできます。ドイツのヤーンっていうメーカーのね、ちゃんとしたやつですが、手動でカチッと入れて、音をね、小さくする装置を付けることもできますので、ね、また内藤も付けることできますので、おっしゃってくださいね。デジタルピアノ買うより安いですよ。本物のピアノです。ご希望の方お知らせください。ヤマハですからね。それではさよなら。